はいどうもチカシュです。今回はキャンピングシェルターではなく、スプラトゥーン3、アップデート延長がもうほぼ確定というか確定したんですけどに伴って武器3種類目が出る可能性がだいぶ高くなったということをここに報告します。はい、どういうことかっていうと、今までね無印とスプラトゥーン2で武器3種類目出たんですよ出てたんですよ、まあ、スプラシューターだったらスプラシュータースプラシューターコラボスプラシューター別注みたいな感じで3種類目出てたんですけど、3はね、なぜか出ないと言われていて、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、3が出た最初の方に、約2年間、無料アップデートしますって言われていて、まあ、最近の9月1日、まあ、8月30日ですかね。8月30日のアップデートで、まあ、ちょうどね、2年間のアップデートが終わって、あ、じゃあもうアップデートはないんだな。もう、時期的に、3種類目の武器も出ないでしょうっていう感じだったんですよ。なんですけど、今日のバグ修正 EGM のバグ修正のあれが来た最後の方にね、次のアップデートはみたいな感じでなんかもうしれっと次も調整しますよみたいな、長期的に見てバランス調整しますよみたいなね、文が書いてあって、まだアップデート続くのみたいな、いやアップデート続くんだったら3種類目絶対出るやんみたいな感じで、まあ無印もね、2も出てたんで3種類目絶対出るやろということで、まあ、かなり信憑性が高くなってきてます。まあ8月30日のアップデートでも武器値ライセンスがもらいやすくなる、まあ、武器値ライセンスっていうのは新しい武器を購入するためのチケットみたいなやつですね。チケットがねなぜかゲットしやすくなったと、なんかハードルが下がって、これ新しい武器出るからじゃないのっていう人も、まあ、一部いたんですけど、でもやっぱりね2年間の無料アップデートもうすぐ2年だし、いやそれはないでしょみたいな、ガチャ引かさせてくれるだけでしょみたいな感じで、まあ、結構ね SNS でも議論起こっていたんですけど、まあ、今回のアップデートで、長期的、まあ普通のアップデートは今まで1ヶ月半周期、まあ、1ヶ月と15日ぐらいでアップデート回ってたんですけど、長期的に見るということは、まあ、1ヶ月半以上、まあ、2ヶ月ぐらい、11月とかにもう普通にアップデートしますよみたいなことだと思うので、もう全然2年間過ぎてますと、全然2年間過ぎていて、じゃあアップデート延長するなら3種類目絶対出るじゃんみたいな、まあ、フェスも3択になったしアイドルも3人になったんで、まあ、ここまで3にこだわってるスプラトゥーン3が逆に武器3種類出さなかったら、それはそれで面白いんですけど、さすがに出んじゃねみたいな感じなので、結構ね、期待していいと思います。しかも、3種類目って見た目クソ変わるんですよ。キャンピングシェルター、僕が持ち武器がキャンピングシェルターなんですけど、キャンピングシェルターだったら、迷彩柄になるんですよ。トレーラって、目印と何が違うかっていうと、絵の色が違うだけなんですよ。絵の色が違ったり、なんか、一部の、なんか変な地味ポイントしか変わんないんですけど、3種類目ってガラッと見た目が変わることが多くて、それがね、やばいのかなって思います。めっちゃ暑いっすよ。で、地味にアップデート延長も暑いっていうね。まあ、最近まで、てかバグ修正2年経ってもしてるから、てか最初の方の修正なんて、もう9割バグ修正みたいなのが半年ぐらい続いてたんで、まあ、その予定としてはだいぶ狂ってた方なのかなって思うので、まあ2年をアップデート2年超えてもまあ全然不思議はないんですけど、でもやっぱりこうやって、文で発表されるとめっちゃ嬉しいですよね。なんで、まあ、3種類目はほぼもう確実とは言えないけど、もう本当に8割ぐらいの可能性があると、まあ、言ってもいいでしょう。てか無印とで3種類目出てんのに続編の3種類目出ないのはさすがにね、ちょっとねそんなことはしないでしょうということで、まあ、今後サプライズで来るんじゃないかなと予想しております。ちなみにキャンピングシェルターカーも、まあ、2の時はカーもって言ってたんですけど、キャンピングシェルター3種類目にはもうぜひウルトラハンコとカーリングボムを一致として最強キャンピングシェルター君にしてください。ボトルガイザーはまあスプリンクラーサメライトで大丈夫です。はい。お願いします。みたいな感じですね。結構納得したんじゃないですか。こんなことがアップデートで予想されてるよみたいなのがあったら、良ければコメント欄で書いてくれると嬉しいです。自分の持ち武器のね、理想のサブスペとかも、
ぜひ書いておいてください。というわけで今回の動画はここで終わります。じゃあバイバイ。